緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のエフフォーリア、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。やはり今日も行きました、ファンサラーサ。どんな逃走劇を見せてくれるのでしょうか。それを追ってティーフェキ、2番手の位置、タイトルホルダー、外から追う形、1馬身差でシャドウディーは内側のこの位置にディープボンド、これをぴったりとマークするように10番エフフォーリア、その後方から赤い糸続いています。並ぶように打ち、ステラベローチェ、大きな歓声とともに白馬がスタンド前を通過していきます。外から追走、アリフトケレス、内側のこの位置にメロディーレーン、その外にクロノゲネシス、ちょっと離れてウィンキーコス、ラチ沿いを回るのはベルジアンナイト、その後ろには浅間のイカズラ、内に3番モズベズロ、そして最後方にユーキャンスマイル。前半の 1000m を通過しました。59秒台、やや速いペースで流れています。こういった体勢です。レースはかなり縦長の展開となっています。火花を散らす16頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在ファンサラーサ、3、4馬身切れてティーフェキ、その外にタイトルホルダー、後にはシャドウディーバ、内をじっくりとディープボンド、1馬身ほど離れてエフフォーリア、ステラベローチェ続いています。外の方から赤い糸、内に並んでアリスポテレス、内打ちを通ってメロディーレーン、外からクロノジェネシス、ぴったりと内を回ってベルシアンナイト。さあ 3,4 コーナー中間、後続を引き離しにかかります。依然として先頭はファンサラーサ、リードは5馬身、少し離れて2番手にヒゼキ、そして間から赤い糸、シャドウディーバ、差を詰めてきた。そして間からクロノジェネシス、さあここから直線エフフォーリア、そこから届くのか。外ヒゼキ、内ファンサラーサ、2頭の争い先頭、ここでヒゼキ単独先頭、外の方からステラベローチェ、エフフォーリア伸びてきている。先頭はエフフォーリア、続いてその外にクロノジェネシス、エフフォーリア先頭でゴールイン、1着エフフォーリア、続いてクロノジェネシス、そして3着にステラベローチェ。勝ちタイムは2分29秒8、勝ったのはエフフォーリア。各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のエフフォーリア、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何が行きますか。ファンサラーサ先頭を伺います。タイトルホルダー、これを追走、1馬身差追走、12番シャドウディーバ、内の方ディープボンド、内にいるのはメロディーレーン、外からステラベローチェ、外から追走エフフォーリア、外から差がなくピンクの帽子ヒセキ、内を差がなくクロノジェネシス、外から13番赤い糸、大きな歓声とともに白馬がスタンド前を通過していきます。アリスポテレス追走しております。内打ちを通ってベルシアンナイト、外から差がなくオレンジの帽子アサマのイカズラ、内側のこの位置にウィンキーコス、そして黒いメンコアモズベズロ。白馬これから第1コーナーに向かっていきます。一番後ろからユーキャンスマイル、前半の 1000m を通過しました。61秒台、やや遅いペースで流れています。先頭からしんがりまではおよそ15馬身、火花を散らす16頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあ先頭はどうなっているでしょう。現在先頭はファンサラーサ、その後ろにはタイトルホルダー、 3,4 馬身切れてシャドウディーバ、ディープボンド、ラチ沿いを追走ヒセキ、入れ替わってこの位置エフフォーリア、この位置から内に4番メロディーレーン、競り合うようにして外ステラベローチェ、クロノジェネシス、その内を通ります。これをぴったりとマークするように13番赤い糸、内に並んでアリスポテレス、内打ちを通ってベルシアンナイト。さあ各馬ここから差を詰めていきます。依然として先頭はファンサラーサ、リードは2馬身、これを追って2番手にタイトルホルダー、ヒゼキ、早くも上がっていきます。エフフォーリア、動いた、手応えはどうか。そして間から頭のイカクラ、残り400を切った。シャドウディーは差を詰めてきた。各馬第4コーナーを回りました。エフフォーリア、そこから届くのか。タイトルホルダー追走、シャドウディーは現在5番手、ファンサラッサ先頭、続いてその外にタイトルホルダー、エフフォーリア伸びてきている、内外並んでゴールイン、エフフォーリアわずかに先着。勝ちタイムは2分30秒9、際どい勝負になりました。
緊張の一瞬です。体勢完了。スタートしました。人気のエフフォーリア、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。ファンファラーサ、思い切って逃げます。シャドウディーバ、前来ました。外目からはキーセキ、外の方からタイポルポルダー、足毛の馬体クロノジェネシス、漆黒の馬体ディープボンド、内を見るようにしてステラベローチェ、エフフォーリア、続いています。漆黒の馬体赤い糸、内側のこの位置にメロディーレーン、その外にアリスポテレス、続いています。一周目のスタンド前を通過していきます。あとにはグリーンキーコス、ゆったりと内を回ってベルシアンナイト、2馬身後方にモズベズロ、外外を回りまして浅間のイタズラ、そして最後方にニューキャンスマイル、こういった体勢です。各馬これから第1コーナーに向かっていきます。このレース個人的に注目している馬は浅間のイタズラ。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はパンサラーサ、キーセキ、しっかりと折り合っている。内の方シャドウディーは、その外にタイポルポルダー、続いています。2馬身後方にディープボンド、外からクロノジェネシス、外から追走ステラベローチェ、外から10番エフフォーリア、その外に赤い糸、1馬身差でメロディーレーン、外から差がなく緑の帽子アリスポテレス、ベルシアンナイト、ラチ沿いを追走、外よりグリーンキーコス、後にはモズベズロ、一馬審査追走、14番浅間のイタズラ、最後方からニューキャンスマイル、こういった体勢です。レースはかなり縦長の展開となっています。残り600のハロンボーを通過しました。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。先頭はパンサラーサ、後続との差はまだ5馬身、これを追って2番手にキーセキ、赤い糸、差を詰めてきた。そして間からシャドウディーバ、アリスポテレス、差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。エフフォーリア、そこから届くのか。キーセキ追走、残り200を切った。エフフォーリア手応え十分で上がってきた。エフフォーリア伸びてきている。エフフォーリア先頭、ガッツポーズでゴールイン。エフフォーリア快勝、一着。エフフォーリアその後クロノジェネシス、奇跡、この2頭の2着争い。勝ちタイムは2分30秒1。勝ったのはエフフォーリア。各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のエフフォーリア、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。ファンサラーサ、先頭を伺います。タイポルポルダー、スーッと後位に取り付いていきます。間が空いてキーセキ、外外を回りましてエフフォーリア、並ぶように内メロディーレーン、その外にステラベローチェ、続いています。続いて差がなくディープボンド、黒い馬体は赤い糸、クロノジェネシス、内を行きます。ぴったりと内を回ってベルシアンナイト。さあ大歓声の中、1周目のメインスタンド前を駆け抜けていきます。1馬身ほど離れてアリスポテレス、夏沿いを回るのはグリーンキーコス、競り合うようにして外シャドウディーは、1馬身差でモズベズロ、青い年子は浅間のイタズラ、この位置です。各馬これから第1コーナーに向かっていきます。そして新学にニューキャンスマイル、前半の 1000m を通過しました。59秒台、やや速いペースで流れています。こういった体勢です。レースはかなり縦長の展開となっています。火花を散らす16頭、鞍上はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然ファンサラーサ、レースを引っ張ります。内牛を通ってタイポルポルダー、キーセキ、間が空いた形、後にはステラベローチェ、並ぶように内メロディーレーン、外から差がなく赤い帽子ディープボンド、先ほどから少し下げた位置にエフフォーリア、内から赤い糸、その後方からクロノジェネシス、続いています。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。依然として先頭はファンサラーサ、リードは2馬身、2番手追走はタイトルポルダー、シャドウディーは差を詰めてきた。そして間から赤い糸、赤間のイタズラ、差を詰めてきた。そして間からアリスポテレス、各馬これから直線に向かいます。内ファンサラーサ、食い下がるエフフォーリア、6番手まで上がってきた。赤い糸、上がってきている。残り200を切った。1頭抜け出した、エフフォーリア、突っ込んでくるエフフォーリア、ここで先頭に立った。1頭抜け出した、エフフォーリア、1馬身つけてゴールイン。勝ったのはエフフォーリア、続いて赤い糸、3着にはキセキ。勝ちタイムは2分29秒8。勝ったのはエフフォーリア。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。